北朝鮮の問題については、米朝首脳会談に向けて、トランプ大統領と緊密に連携を取っており、その方針、意識について、完全に一致してきています。その中で今回、米朝首脳会談が実施されなくなったことは、残念ではありますが、今回のトランプ大統領の判断を尊重し、支持します。大切なことは、核・ミサイル問題、そして何よりも重要な拉致問題が実質的に前進する機会となる。そのような首脳会談にしなければならないということであります。で、今後、日米、そして日米韓、またロシア、中国、国際社会としっかりと連携し、さまざまな問題の解決のために全力を尽くしていきたいと思います。